はい、今これからライブということで。はい、そうです。今年、初めて頑張ってね。ちょっと感情がこもってないです。ありがとうございます。そこにと僕たちのカバー動画とかも載せていただいているので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいなと思ってます。と M スナイパーズ星空スケッチで調べると出てくるので、ぜひそちらも見てみてください。お願いします。次の曲、最後の曲なんですけど、と東京に上京してきて、何年だ、3年4年間4年経って4年目なんですけど、その時に、ほんと4年目ぐらいの時にちょっと悩んでたというか、まあ、なんかちょっと作ってみた曲が1曲あります。で、なんか誰かの背中をこう押してあげれるような曲をちょっと作りたいと思って、まあ、作ってみた曲です。初めて作った曲ですか、これは。違います。それでは、短い時間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。最後の曲です。どんな時でもという曲です。聴いてください。うちの母親です。え、あ、本当に。あ、こんにちは、いつもお世話になってます。どうもです、どうもです。すいません、お世話になりますけど、よろしくお願いします。
すごい。え、仙台かな。仙台から来ました。あ、すごい。あ、嬉しい、会えて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、楽しかったですか。緊張しましたね。楽しかったです。お疲れ様。お疲れ様です。本日の主役、星空スケッチでーす。どうでしたか、ライブ。いや、緊張しました。イエーイ。星空スケッチ、今年初ライブですよ。初ライブです、星空スケッチ。初ライブ。ね、ファニーと所属して初。初ライブです。初ライブ。よかったね。かっこよかったよ、めっちゃ。まさかの360度のライブってね。みんなやるみたいな、うん、しかもカズさん入りで反対方向にいる。そう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 。今日はね、高畑とペンチ君もね、一緒にね。ペンチ君もうすでに顔が真っ赤だけど。もう酔ってらっしゃいます。もう酔ってらっしゃいます。ハイネケン一杯しか飲んでないんですけどね。なんかライブ中に発表してたけど。あ、そうです。この度です。星空スケッチのファーストシングルのリリースが決定しました。マジで。の日程とか、うん、発毛もちょっとずつ決めていく感じになってるので、うん、はい、ぜひ星空スケッチのツイッターとは、リムスナイパーズ、はい、ニードプロダクト、あ、それ多分ゆうきくんが貼ってくれると思った。そうそうそう、ゆうきくんが貼ってくれるのに。ゆうきさんお願いしますね。最新の情報が出てくると思うので、はい、ぜひ見てください。はい、お願いします。楽しみにしてます。こんな感じでこれからも頑張っていきます。はい、お願、はいします。だから今日も歩き始める。ありがとうございました。